Filed July 21st, 2032. Location, General Resource, Doe Development Facility. Sound data missing. これから話すこととお願いは、聞いた後にあなたが賛成してくれても、もしも反対したとしても、何も尋ねないで、誰にも言わないで黙っていてほしいんです。それがとても都合のいい話なのは自分でも分かっています。でもそれでも他に頼める人も相談できる人もいないから、聞いてください。それは私にとって生きる意味と同じぐらい大切なもの。ナイトレーベン、それを探しに行きたいんです。前回の作戦で私たち二人が偶然発見して、あなたが破壊してしまった施設に関係があることです。今はそれだけしか言えません。でも一緒に来てほしい。もちろんこれは無断行動で規約違反、それを知った上ででも来てほしいんです。緊急事態だ。匿名の犯行声明による事件が発生した。直ちに帰還せよ。ごめんなさい。私は行きます。今ならまだ戻れます。大丈夫。気にしないで。一人で大丈夫だから。さてさて、このメールが送信された全ての諸君に対し、ここで一つ断っておくことがある。この飛行船には殺傷能力の高い細菌兵器を満載しておいた。そう、今後我々の行動を邪魔しようとする輩には、いつでもとっておきのプレゼントをお届けする準備はしてあるという意味だよ。そのくらい理解していただけるだろうに。しかし、それ以上お前たちは考えるな。ただ見ていろ。この誰もが知っている欲によって腐りきった世界に向けて、我々が行おうとしている崇高なる目的と、それに至るまでの行動と意味について何も知る必要などないぞ。どうだ、この方がワクワクするだろう。お前たちが我々の意味について考え、何がしかの推測をするのではないかと思っただけで虫唾が走るんだよ。だからただ見ているだけでいい。我々の行為は受けるべきだ。だって楽だし、慣れてることじゃないか。思い出せ、
いつでもお前たちは時間と物に縛られた世界であがき、結局考えるふりだけで何もしてこなかっただろう。だからこの世界には無駄が増えすぎた。そうは思わないか。匿名の犯行声明にもあった通り、アクセルベイ沿岸工業地帯に所属不明の飛行船が出現した。声明の真偽を調査したところ、実際に細菌兵器が積まれていることが判明した。飛行船を海上に着水させ、被害を最小限に抑える。飛行船の進路上において障害となる建造物を全て破壊せよ。身勝手な紛争の次は無神経で傲慢なテロ。なんだっていうの？人間なんていつまでもバカなことばっかりに頭使ってる。ユーピオの便利屋家業に閉店はないってさ。エンゲージ。Hold your fire.
船から小型勢が発進した。追跡捕捉し、これを破壊せよ。飛行船を無事に着水させることに成功した。一連の事件に関しては現在調査中だ。大丈夫か？それにしたってその場限りのテロが相手じゃ俺たちにもどうしようもないよな。紛争がやっと沈静化してきたと思ったらこれだ。ま、お互い休めるときにしっかり休もうや。あの、ここだけの話ってやつ、ここでしてもいいかな。私、ここのところずっと悩んでることがあって。ねえ、聞いてもらうだけでいい。少し勝手に喋らせて。実は、私にとってたった一人の肉親といえる姉のこと。両親を失ってから、どんどん二人で会うことが少なくなっていったんだけど。最近になって連絡が来て、突然私にユーピーをやめろって言い出して。そうそう、実は姉さん今ニューコムにいて、お互いがいつ殺し合うことになるかもしれない関係でいたくないって。確かにそれは私もそうけど、今はまだユーピーを、というかサーフを抜けてしまいたくもないから。で、チームのあなたに。あ、誰か来た。また連絡しますから。じゃあ。